異形の鐘。左目探偵ってドラマありましたよね。僕、あの設定にすごく興味を持っていました。僕も右目だけど、変なものを見るからです。左目探偵は未来でしたけど、僕は異形のものを見てしまうんです。とはいえ、実際には説明がつくことなのかもしれません。目と脳はつながっているので、目の不調がありえないものを錯覚して見せているとも考えることはできます。最初はそう思っていました。今目の前を通り過ぎたはずの人が瞬時に消えたり、人が通れそうにない場所を通る人を見るというようなことが起こり、僕はパニックになりました。しかしその後、ひどい物もらいになり、ああ、やっぱり目の不調のせいで錯覚でも見たのかな、と安心したものでした。それから毎年、春先になると、僕の右目は不調を起こし、変なものを見てしまうんです。最初は春だけのことでしたけど、次第に年間を通して目がおかしくなり始めたんです。おかしいというのは主に視力です。左目は常にだいたい 1.2 くらいなんですけど、右目が不調の時は物が歪んで少し霞むこともあり、視力は 0.3 くらいに落ちます。しかし、突然そんな風に悪くなるかと思うと、ある日突然急に左目と同じくらいの見え方に戻るんです。僕が今まで見た中で一番おぞましいものは、僕の家は母子家庭だったんで、母さんに病院代を出してもらうのは心苦しかったんですけど、目のせいで年中、町の総合病院にある眼科に通っていました。その時も僕は、目の不調のため、病院に行くことになっていたんですけど、たまたま母さんがそこに併設されている歯医者に行くというので、一緒に行ったんです。すると、病院の広いロビーに嫌な奴がいました。母さんはずっとパートで働いていたんですけど、僕が中学生の時、母さんが働いていたところにいた、おばあさんっていうか、ばあさんでした。母さんと話をしている姿だけを見ると、長年の知人のように、猫なで声でニコニコしていますけど、母さんの顔はこわばっています。なぜなら、勤めていた時、ひどくいじめを受けていたからです。一箇所に勤めると、よほどの事情がない限りは辞めない母さんも、このばあさんには参ったようで、一年しか持ちませんでした。その頃母さんは、今まで聞いたことがない、ものすごい歯ぎしりを夜通ししていました。昼間に辛い思いをしていたんでしょう。僕は中学に上がったばかりで、母さんの勤め先に何度か家の鍵を取りに行ったり、急に友達と遊びに行くことになった時にお小遣いをもらいに行ったりしました。そんなある時、そのばあさんに、息子さん
と聞かれて、母さんが、はい、まだまだ子供ですけど、と言ったら、急に後ろを向いて、去り際に、親の勤め先に、のこのこやってくるなんて、ボンクラね、と、小声で、しかし聞こえるように、はっきりと言ったのには、僕もびっくりしました。そのばあさんなんですけど、最初はなんだか、もやもやしたものが、腰のあたりから立ち上っているように見えました。で、なんだろうと思って、僕は目を凝らしました。すると、そのもやもやとしたものが、ゆっくりと固まっていって、ばあさんの両側に、形を作り始めたんです。それはなんとなく、動物のような感じで、牛、馬、そんなような、でも、人の形にも見えるようなものが、薄く見えました。驚いた僕は、それを見て、確認したいと思ってしまいました。それに応じるかのように、ぼんやりとしたものが、一瞬だけですけど、はっきりと見えてしまったんです。それは、牛でも馬でもない、人でした。でもそれは、人ではあって、人ではないものなんです。畜生道に落ちた人、その時、とっさにそう思いました。そしてそれらは、ばあさんの両肩に噛みついていたんです。嬉しそうに。僕は予約の時間だったんで、長話をするばあさんと母さんを後に受付に向かいました。僕は家に帰ってから、母さんにそれとなく、あのばあさんの様子を聞きました。すると、予想外のことを聞かされたんです。具合が悪いのは、ばあさん本人ではなく、孫、事実上の跡取り、長男の息子だったんです。原因不明の病気で、何ヶ月も入院検査を繰り返しているとのこと。一体これはどういうことなんだろう、と僕は混乱しました。パートで意地悪をし続けて、母さんがいる一年の間だけでも、四人も追い出しているし、なのに婆さん自身には、罰は当たらないのかと、僕は、もやもやした気持ちでした。しかし、母さんが、ばあさんから、前に聞いた話を聞いて、ますます、ゾッとしました。ばあさんの実家は、東北の旧家で、ばあさんが小さい頃、家には、村の少年少女を住まわせ、家の手伝いをさせ、ご飯を食べさせ、学校にも通わせ、仕事まで紹介してあげたのよ、と、自慢そうに話したということですけど、ちょっと待ってほしい。これは、貧しい家から子供たちを連れてきて、ある程度育て上げて、どこかに世話をする見返りに、多額の報酬をもらっていたのではないか、そう思ったんです。人を見下す性格も、親たち大人が人に対してそういう態度をとっていたから。だから婆さんも同じような性格になったんでしょう。とすると、
あの牛や馬は、文字通り、牛馬のようにこき使われて、事実上、売られていった者たちの、ばあさんの一族に対する、恨みなんじゃないかって思うんですよ。しかもばあさん、全然いい人ではないし、孫の赤ちゃんにはかわいそうだけど、それもまた、運命なのかな、と思いました。やりきれないけど、でもそれが、血筋ってもんなんだろうなと。親父が背負う業。一つ、昔の話をさせてもらいます。今から、10年くらい前の話。俺はその時、26歳のサラリーマン。その日、母さんから連絡があって、親父の調子が悪くて、病院に入院をしたらしい。お見舞いも兼ねて、久しぶりに、実家に帰省することにした。家から実家までは、だいたい2、3時間で帰れる。適当に、2、3日分の着替えと、荷物を持って、車に乗った。家を出たのが、だいたい夜の12時くらいだったはず。車を走らせて40分くらい経った時、俺は国道から道を抜けて、田舎道を走っていた。なんとなく、ぼーっと走っていると、途中で車が捨てられていた。多分廃車だろう。塗装は剥げて、あちこちが錆だらけだった。何気なく見たら、中に男がいた。え？と思って、道に車を止めて、道を歩いて戻って、中を確かめたら、確かに男がいたんだけど、それは男の人形だった。俺は少し落ち着いて、まじまじと、男の人形を眺めていた。その人形は本当によくできていて、店頭に飾ったりしている無機質な感じの人形じゃなくて、言うなればとてもうまくて生々しい絵を人形にした。見た時はそんな印象だった。で、俺は芸術なんかには興味ないんだけど、その人形に疲れてしまって、というか魅了されていた。世界中の美女よりもこの人形が美しい、そんな風に思っていた。そして気味の悪いことに、俺はそれを持ち帰ろうと思って車に乗せて実家に帰った。実家も近くなってきたときに、すいません、ボソ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 、という言葉が聞こえた。あ、え？俺は困惑して、あたりを見たが、誰もいなかった。弱々しい、男の声だった。気のせいだろうと思い、気にしないで、実家に帰った。家に帰ったら、母さんは寝ていて、実家は静かだった。母さんには悪いけど、家に入って起こした。母さんは、とてもびっくりしていた。何も、こんな夜中に帰ってくることはないでしょ？ごめん。
休みが少ししか取れなかったから、急いで準備してきたんだ。それで俺は、自分の部屋で寝ることにした。朝、俺は母さんと一緒に病院に行った。親父は急に倒れたらしい。それで特に異常はないのだが、なぜか体の調子が悪いと。親父はもともとネガティブな考えの持ち主で、多分、病は気からという言葉があるように、本人がまだ本調子ではないと思い込んでいるんだろう、そう思っていた。適当に励ましの言葉を言って、実家に帰った。実家に戻ると、歯医者で見つけた人形のことを思い出して、俺の部屋に運んで飾っていた。さすがに、裸のまんまの人形を置いていたら、ただの変態だから、俺の服を着せてやった。それからは特にすることもなく、夕方頃、もう一度病院に行った。病室で、母さんと親父が何か真面目に話をしていた。俺が部屋に入ると、急に親父が、大事な話がある、と言ってきたんで、また、なんかネガティブなこと考えてるのかな、と思いつつ、話を聞くことにした。俺は昔、たくさんの動物たちを殺してきた。多分、100はやってる。は？何言ってんの、いきなり。気でも違ったのか、親父。俺の言葉を流して、親父は続けた。昔俺は、動物とか、弱いものをいじめるのが好きだったんだ。とにかく俺は最低な奴だった。そこで母さんが、私は知っていたけど、その異常な行動以外は普通の人で、それに怖くて横から口を出せなくて、止めてあげることができなかったの。いつからしていたんだよ。俺が子供の時から、大学に入るまでの間だ。その後はやっと自分の行動に歯止めをかけることができた。それからはやってない。なんでそんなことしたんだよ。これに関しては、何度聞いても、だんまりだった。でも、なんで今さらそんなこと言うんだ？わけわからんぞ。3年くらい前から、殺した動物たちが、迎えに行くって、夢に出てきたんだ。それで、頭痛で倒れた日の夢で、動物たちが、今日連れて行くって言ってきて、頭を掴まれた時、俺の親父、つまりお前のおじいちゃんが、動物たちを払いのけて、必死になって説得してくれた。孫とこいつを、最後に、お別れをさせてあげてほしい。いや、今連れて行く。頼む。最後の一言を孫に言わせてやってくれ。もう一度来る。
その時は聞かない。それで目が覚めた。それから考えて、母さんにお前を呼ぶように頼んだんだ。お別れを言いたくてな。あ、いや、三年もの間、そんな夢見ていたんなら、坊さんかなんかに相談しろよ。俺はただ自分のために、動物の命を奪っていったから、これは仕方ない。悪いのは、俺だからな。地獄行きは確定だ。そんなんで、坊主に頼めるか？昔殺した動物たちが、呪ってくるんです。死にたくないから助けてください、なんて、それはできんだろう。ああ、もう今日は帰るから、ちょっと頭を整理したい。それで俺は実家に帰って行った。部屋にこもって考えていた。ふとなんとなく部屋の人形を見ていたとき、気のせいかもしれないが、人形が、そろそろですね、と言いながら微笑んだ。俺は完全に混乱して、頭がおかしくなったのかなと、そのまま眠った。夜中に目が覚めた。とても嫌な予感がした。虫の知らせとかなのかな。俺は病院に駆けつけた。親父の部屋に行ったのだが、特に異常はなかった。マジでほっとした。涙がボロボロ出たよ。本当に怖かったんだ。落ち着いて、親父の部屋から出ようとしたとき、全身の毛が総毛だった。心臓の音もバクバク言っているのがわかる。部屋の左を曲がった廊下の奥の方から何かが来るのがわかった。霊感なんかない俺だが、こいつはマジでやばいと直感で感じた。人形だった。俺は人形が歩いてくる途中で冷静に考えていた。え？なんでこいつがいるんだ？親父は動物から恨まれているんじゃないのか？こいつが親父に何かしようとしていることはなんとなく分かったけど、そんなことを考えているうちに、俺のそばまで人形が来ると、無表情な顔で、僕は、宇治親なんです。だから、天殺馬を与えに来ました。宇治親、天殺馬、多分そう言っていた。何のことかはわからないです。そいつは部屋に入って、動物の鳴き声みたいな声を上げていた。俺は体を何とか動かして部屋を見たら、人形はいなくなっていて、親父は普通に寝ていた。起こしたら親父は、すまん。すまん。お前に本当にすまない。次の日、親父は病院を散歩しているときに車に轢かれて死んだ。病院の散歩コースに車が突進して
頭を潰された。その車を運転していたのは、母さんです。この後母さんも、一年後に、親父の後を追って、自ら命を絶つのですが、その遺書には、私も、お父さんに、毒されていたんでしょうか。動物を殺したことがあります。本当にごめんね。次は、私のところに来ました。こんな両親を、許してください。親父の葬式の日の夜、家のどこかで、あの人形を見た。笑っていた。10年経った今は、俺は何ともありませんけど、実家は捨てました。俺には、もう、血縁はないはず。知っていたのが、父方のおじいさんだけですから。それに、この恨みが、俺に来ないようにしたかったんです。百もの動物たちの恨みは、こんなものでは収まらない気がするんですよ。あの日以来、人形は見当たりません。どこかに行ったんでしょうか。最後に俺は、動物に嫌われます。犬にも、鳥にも、猫にも、いつも威嚇されます。たまに、もう恨みは、俺のところにも来ているんじゃないか、と、不安になります。教師をしていた母親。私の一族の話なんですけど、私の母さんは田舎のある女子校で教員をしていました。その高校は長がつくほど問題が多い学校で、生徒の親が暴力団員だったり、吹き溜まりのような学校だったそうです。聞いた話では、怪しい宗教関係者の子供、たくさんいたそうです。で、連中の常として、犯罪の片棒を担がせるなんて日常茶飯事でした。両親が娘を風呂に沈めたり、自分の経営する風呂で、働かせるなんてことは当たり前。娘を売り飛ばして殺害されたのだろうという、正気を疑いたくなるようなものも多かったそうです。母さんは就職した初任校だったんで、義務感か正義感かは知れませんが、親御さんと対立、生徒の元に押し入って、救出することが幾度かあって、命知らずと心配されていたそうです。ですがなぜか、母さんに噛みつこうとする保護者は全くいませんでした。高校に怒鳴り込んでくるのが日常茶飯事の学校だったのに。詳細はわかりませんが、噛みつこうとした保護者は、直前に起きる謎の事件、事故で、死亡、もしくは失踪。運が良くても逮捕されて、塀の向こう側に入ってしまうことが多く、結果的に解決していたそうです。あまりにも凄まじい状況に、
興味本位で近づく霊能者が、しばらく後を絶たなかったそうです。しかし、この霊能者たちも、ことごとく、謎の死亡、失踪、精神崩壊、恨みを持った家族が、彼女の結婚、娘の出産後、母子を呪っても、ことごとく失敗したそうです。しかも、遺体が発見された霊能者は、全員、とても無残な状況だったとか。この惨状を聞いた、親戚筋の神社の神主は、即刻、教師を辞めるように勧めて、母さんは気難しい姑の都合もあって退職したそうです。親戚の神主さん曰く、あれは人柱なんだよ。それも超度級のたたり神の。そしてその娘も。私の一族の本家は、ある神社に仕える社屋として、地元で信仰を集めている神社に仕えているんですけど、そんな家にはどうしても呪いのものを対処することが多く、中にはそばに置きたくはないけど、悪用されるともっと困るものがいくつかあったそうです。それで、いくつにも保険をかけた上で、蕎麦系の一族の者に預けたそうです。物品としてだけではなく、人柱としても、私の両親は共にその家の出身でした。祖父曰く、お前の母さんは一族の封じている者の中でも、一番恐ろしく、手がつけられないものの人柱だ。魂はそれのもの。保険があると言っても止められない。現に、呪いの宝石の類を、キキとつけているだろう。呪われないどころか、呪いをかけた相手まで食べてしまっているんだよ。もしもそれが目覚めてしまったら、手の打ちようがない。だがお前は違う。一族が封じているものの中でも、二番目に恐ろしいものの人柱なのだから。具体的なことは私に伝える前に、祖父は亡くなりました。親戚の今は亡き神主も、大丈夫、君は人柱とは言っても、ついているのは私たちの一族なのだから、選ばれたんだ。だから君を守ってくれている、としか言いませんでした。とりあえず今は平穏に暮らしています。芸者の幽霊。幼い頃、まだ暗い明け方、ふと目が覚めた。よく見ると、古くて、透き通った芸者さんが、悲しそうな表情で、ぐっすり眠っている、父の枕元に座ってた。幼心にも、え?何これ?と思ってじーっと見ていたら、芸者さん、つつーっと血の涙を流して、すーっと静かに消えていった。目の前で本当に煙みたいに消えていった。
それから数日後、両親が大喧嘩を始めた。浮気しただの、言いがかりだの、そんな千葉喧嘩が、その日を境に、絶え間なく繰り返すようになった。子供心に、ああ、あの女の幽霊が、なんか仕掛けてる、って思った。でもそんなこと、親に言えるわけがない。両親の不仲は、数年にわたって続き、ついに、一家離散になりかけた頃、不思議な縁で、高名なお坊さんと知り合いになったんで、恐る恐る相談してみた。すると、お父さんを連れて行かれないように守ってあげなさい、と、共感をくれた。お坊さんの説明によると、やっぱり父に取り付いた女の霊の仕業だという。お父さんのお母さん、あなたから見ておばあさんが大変心配している、と。早速、極寒の早朝5時、毎日決まった時間に、その女の霊の成仏を願い、読経を始めた。お坊さんに言われた通り、49日間。どんなに熱が高い朝でも、具合が悪い日でも、一生懸命読経を続けた。すると、父に、小判ザメのようにしがみついていた、我が家に悪影響を及ぼす人たちが、一人また一人と父から離れていった。父に一番たかっていた愛人とその家族も、過去にトラブルを起こした家から裁判を起こされ、うちの父どころでは亡くなってしまったそうだ。それと反比例して、両親の夫婦仲、私たち家族の仲は良くなっていった。無事に49日間の供養が終わった日、ああ、これであの女の霊は成仏してくれたんだ、と思って寝たその夜、女たちが車座を作って何やらやっている夢を見た。一人の女が車座の女性たちの顔を覗き込んで、お前か、お前か、と聞いて回っている。その様子を眺めている私に気がつくと、お前か、と鬼の形相で迫ってきた。次は、お前の番だ、と激高されたところで、怖くて目が覚めた。それから数十年後、私は最初の夫を失い、子供も急な病で失うことになった。常識では考えられないような出来事が立て続けに私の右だけ起こったとき、ああ、あの女の霊は、とんでもないものへと変わってしまったんだなと、哀れな気持ちになった。両親はこれまで以上に仲睦まじく、お互いをねぎらって暮らすようになり、急な難病で孫を亡くしたことで、家族、一族の幸せを何よりも一番に、考えてくれるようになった。何のたたりかは知らないけれど、親の因果が子に報いたんだろうと
思わざるを得なかった。そんな私の数十年にわたる実体験でした。地図へ。もういろんなことが済んだから書かせてくれ。かなり長い。親父には妹がいたらしい。俺にとってはおばにあたるが、おばは生まれて数ヶ月で突然死んだ。原因は不明。待望の娘が死んでしまい、ばあさんは大層落ち込んでいた。見かねたじいさんがばあさんにフランス人形を買い与えると、ばあさんはそのフランス人形におばと同じ名前の千鶴と名付けて可愛がっていた。毎日撫でてそばに置き、綺麗にしてやって共に寝たそうだ。それが変わったのが、俺の妹が生まれてから。女が生まれて、ばあさんはひどく喜んでいた。両親は共働きだったし、代わりにばあさんが妹を大層可愛がって育てた。俺もきちんと可愛がってもらったけど、それで、今まで大切にされていた地図への定位置は、ばあさんの枕元ではなく、仏間になった。誰もいない。仏壇だけがある仏間だ。俺は、よく先祖に挨拶をしろと、夕飯前におみきをあげに、そこに行かされていたもんだ。暗くて寒い、不気味な部屋。小学校高学年の時、いつも通り、おみきをあげに、仏間へと入り、仏壇に手を合わせた。その時、誰かが、後ろに立っているような気がしたんだ。振り返っても、何もない。いつも通り、ピンクのドレスの地図絵がいるだけだ。それがその時は、妙に怖かったのと、多感な時期だったこともあり、思わず、なんだよ、文句でもあるのかよ、かかってこいよ、と、地図絵を挑発した。本当、バカだよな。今に戻って家族に、地図に睨まれた、と報告をすると、ばあさんが激怒して、後にも先にも、ばあさんがあんなに怒ったことはない。怒るばあさんに合わせるように、親父も激怒、げんこつを食らった。まあその時は、俺が謝って、それで終わり。問題が起きたのは数日後だった。休みの日だったか、まだ明るい時で、仏間も嫌に明るかった。昨晩下げ忘れたおみきを下げに仏間に入ると、地図絵が定位置にいない。いつも置いてある棚から落ちて畳に。手首が外れていた。正直、俺に何かするために、這い出して、動いてきたのかと。ビビって、走って家族がいる今に行くと、ばあさんがいて、叱られるかもしれない、とは思ったけど、本気で怖かったから、ばあさんに報告。俺の
尋常ではない様子に、ばあさんも心配になったのか、一緒に仏場に来てくれた。そうしたら地杖は、今度はちゃんと定位置にいた。手首もついてる。俺が嘘をついた感じになってしまったが、弁明している時に親父が来て。ああ、悪い。それ、俺が落とした。トイレに行ってから直したんだよ。って。犯人、親父かよ。勘違いして、あんな気になっている俺を、親父が爆笑して。ばあさんも今度は、俺を慰めて、ことなきを得た。でもその晩、ばあさんが寝た後、親父が、俺の部屋に来た。昼間の、あの人形な。戻したのは確かに俺だ。だけど俺は、落としてはいない。お前、本当に、嘘はついていないか？と。親父の話によると、俺が、大きな音を立てながら、仏間から出てくるのを見て、どうしたのかと仏間を覗いたら、地杖が落ちていたのを発見。見つかるとまずいから、そっと直したという話だった。ただおかしかったのは、手首なんて取れていなかったと、親父が言ったことだ。どうやって落ちて、どうやって手首がくっついたのか。俺は怖くなって、おみきを下げる係をサボるようになった。おみきを持って出て、客まで2、3分待って、それから居間に戻る。多分半年くらい、おみきをあげていなかったんだけどね。その頃、妹が死んだ。小学校に入って間もなくだ。死因は、原因不明の高熱。突然、ものすごく熱が上がって、病院に入院して、それっきり。俺はもしかしたら、俺が、おみきをサボっているせいじゃないかって思って。でも、親にも、ばあさんにも言えなかった。罪悪感とか、そんなんかな。妹が死んだのは、俺のせいだって思ってた。母さんが、妹が死んだのは、千鶴のせいだって言い始めた。話を聞いてみると、妹は死の直前に、ちーちゃーんって泣いたらしいんだ。ちーちゃんなんて友達は妹にはいなかったし、思い当たることがあれば、あの怪しげな人形。俺が過去に騒いだせいかもしれないけど、母さんも過敏になって、人形を捨てるって言い出して、妹の葬儀の最中に大喧嘩になった。この一件から、うちの両親は不仲になり、母さんは実家へと帰った。親父は黙々と仕事をして、ばあさんは地杖を抱きながら、毎晩泣いた。親父は仕事から帰ってこないし、ばあさんは泣いてばかりだし、この頃から俺が家事をすべてするようになった。続いて、ばあさんの地方が始まった。今考えれば当然だ。
飯を食うか、部屋にこもって、人形を抱きながらぼーっとして、泣いて、泣き疲れたら寝て。ご飯だよって呼びに行ったら、何か食べてるんだ。何食べてるのって聞いたら、ご飯って言う。え？と思いながら、ばあさんの顔を見ると、金色の糸が口から出てるんだよ。で、手元には、半分剥げた地図絵。俺はこの時が一番怖かったと思う。急いでばあさんから吐き出させた。困って母さんに相談をしても、あんな人は知らないの一点張り。親父に話して、病院に連れて行こうと言っても、仕事が忙しいから連れて行けない。お前がきちんと面倒を見ろ、と、そればっかりだった。その時の俺は、まだ中学生。でもね、妹が死んでから、うちの家族、おかしくなってしまったんだ。おみきをやってなかった、俺のせいだと考えると、やらざるを得なかった。中学は、不登校になっていたよ。地図絵は、ばあさんの手によって、ボロボロだった。髪は引き抜かれ、服は脱がされ、切り刻まれ。さすがに、かわいそうだって思って取り上げても、翌日には、ちゃんとばあさんが持ってる。いろんなところに隠したんだよ。トイレの棚、両親の寝室、あとは、下駄箱とか。夜中に、地図へ、地図へ、って、徘徊して、見つけるらしい。そしてまた地図へを、ボロボロにする。もう見かねて、仕方がないから、試しに、俺の部屋に、置いておくことにしたんだ。夜中、というか三時過ぎかな。朝方ばあさんが、地図絵を探す声で目が覚めた。俺の部屋は二階だし、まあ登っては来れないし、ボケてきてから上がってきたことはない。だから安心しながら、地図絵をしまったクローゼットを見ると、扉が開いていた。確かに閉めたんだ。だって、目につくところに置いておいたら気持ち悪いだろ。夜中、見なくて済むようにって、クローゼットに入れたんだ。ビニールまでかけて。でも、そのビニールは、そこら辺に落ちていたんだ。やばいって。もう地図絵が、パニックに陥ったよ。布団の中で、すごい汗。寝たふりをするか、起きて確認をするか、とにかく怖かったんだ。そうしたら、キーって、物音が聞こえた。ドアを開ける音。位置関係的には、ドア、ベッド、クローゼット。俺は怖くて、ドアを見ることができなかった。そしたら不意に、声が聞こえたんだ。地図へ、こんなとこにおったんけ。ばあさんが登ってきたのか？
と思って、そこで俺は跳ね起きた。でもそこには何もなかった。千鶴江も、ばあさんも。怖くて、そのまま寝ることにした。気のせいだった。そう思い込むことにして。地図とばあさんは、ばあさんの部屋で死んでいたよ。次の日の朝、俺が見つけた。死因は窒息。ばあさんの喉には、地図の髪の毛と、ちぎれた服、目玉が入っていて、ばあさんの口の中には、地図の頭部が入っていた。そりゃ、飲み込めないよね。明るい部屋の中、日がたくさん差し込む中、ばあさんがそんな感じで死んでいたわけだ。幸せそうな顔じゃなくて、いかにも苦しみましたって。目を血走らせて、片手には、地図の胴体を強く握って。ばあさんの葬式は簡易的なものだった。仮装だった。地図も一緒に燃やした。墓に納めるときにさ、墓に歴代の先祖の名前があるじゃん。そこにはすでに、地図へ。もちろん、本当のおばの名前だ。って書いてあって、変な感じがした。ここから、俺の中で怖い話なんだけど、おばさんの、地図へさんの死因って、実は、原因不明じゃなかったんだ。うちのばあさんが、首を絞めて、殺したらしい。理由は知らない。そういや、父方の親戚付き合いがないなって思っていたら、ばあさんは絶縁されていたらしい。これは葬式に来た親戚の話。なんで逮捕されなかったのかって聞いても、ごまかされてしまったから、多分揉み消したんだろうな。ばあさんが死んで、今年で4回忌だ。俺は高校には行っていない。何もしていない。ばあさんが死んでから、ずっとやる気が出ない。この文章も、実は2ヶ月前から書いて、やっと完成する。いっそこのまま、終わりたいなって思ってる。疲れたよ。今まで起きたことが全部、地図絵おばさんの呪いなら、この俺の状態も、その呪いのせいなのかもな。俺の一族を、滅亡させるつもりなのかもしれない。そう考えると、なんかちょっと、笑えてくるんだよ。不幸の前に現れる。子供の頃から俺だけに見える。身内に不幸がある前にだけ現れる人がいる。何十年も前から同じ姿なんで、人ではないのだが、便宜上ここでは人と表記する。祖母の死ぬ前や、祖父の死ぬ前、その時まるで交流がなかった叔父の死の前にも見たし、いとこの嫁など、血のつながりの有無は関係なく、一族の
不幸の前に現れた。何をするわけでもなく、そこにいるだけで、見た目もただの人。ただ、普通ではないと認識ができる箇所があるとすれば、いついかなる時も同じ格好で同じ容姿。さらに、私にしか見えていないことだけ。性別は不明。男にも見えるし、女とも取れる。ただただ無表情で、視界に入るギリギリの位置に突っ立っているだけ。家の中では見たことはなく、外でしか見たことがない。大概はぼーっとしていると、視界にいつの間にか入っている。ただそれだけの存在。その人が見えると、決まって身内に不幸があった。久しく身内に不幸はなく、その存在自体を忘れかけていたんだが、去年の春に久々に現れた。仕事をサボってコンビニの前でタバコを吸っていたんだが、道路を挟んで反対側の家の前に、またもや無表情で立っていた。ああ、誰かが死ぬんだなってぼんやりと思っているうちに、その人はいなくなっていた。で、それから三日くらいしたある日の深夜、近所のコンビニまで買い物に行くとき、またその人が現れた。今まで不幸がある前に何回も連続で現れたことはなかったんで、面食らってぎょっとしたんだよね。その人に気を取られていたら、危うく車にはねられそうになった。危機一髪とはこのことで、それこそ自転車の前輪と車との間隔が数センチっていうレベル。もちろん俺も悪いんだけど、一時停止もせずに突っ込んできたことを文句言おうと、数メートル先で止まっている車まで行って、運転席側のドア越しに中を見てぎょっとした。運転席に座っていたのは、今までの無表情から肉肉しげな表情に変わった例の人で、チッって舌打ちをしたと思ったら去って行ってしまった。その時まではどちらかというと味方だと思っていたんだけど、どうやら身内に不幸を呼んでいた張本人がこいつだったんだなと、あの表情を見て納得をした。その時以来、そいつのことは見ていないし、身内で誰も死んではいない。もちろん、俺も死んでない。でも、仕留め損なった俺を、いつか殺しに来るんじゃないかと、今も心配でならない。皆様、今日も聞いていただいて本当にありがとうございました。今日は家計の怖い話、ボリューム2をお届けさせていただきました。決して家系ラーメンではございません。そういうね、ご指摘も前回ね、いただいてね。まあ、1年以上前なんですけど、家系確かにな。家系と読むか、家系と読むかね。まあ、家系でいいのかな、ラーメンは。ちょっと読みがの、私も。もしかしたらね、ラーメンも家系と読むのかもしれませんけど。まあ、家系ね。その、家にまつわるね、その血筋、一族にまつわる話をね、今回、読ませていただきました。まあ、一族って、
にね、その、まつわって代々来るというと、理不尽だよね。理不尽ではあるんだけれども、人の恨みとか、憎しみっていうのはそう、そんなね、理屈では、語れないものでもありますもんね。そう、これはね、まあ、私もそうなんですけど、確かにね、その、自分自身の本当に理性的な感覚としては、なんかね、恨み事とかその、ね、呪い事があっても、その当代だけでやってくれよと思う気持ちはあります。それはね、それは強く思います。理不尽だもんね。ただ、現実にその、打ちひしがれたもの、その、仕打ちを受けたものの気持ちって多分そうじゃないっていうのはね、それもね、私わかるんですよ。だから私がその、かなりのね、その、パワハラを受けて、まあ、私実はですね、ご存知の方多いと思うんですけど、心臓の病気なんですね。心臓のそのちょっと病を持ってまして、ドラゴンボールのブルマの声優さんの鶴ひろみさんとか、ね、亡くなられましたよね。大動脈解離という、急性大動脈解離という病気で、亡くなられてますし、まあ、石原裕次郎さんとか、加藤茶さんも手術をされてるのかな。私、それなんですよ。まあ、それもね、いろんな、細かく言うといろんな、その、症状があるので、その、ずっとね、パワハラを受けていて、日曜も、家で仕事をさせられていて、で、電話を切った直後くらいに背中に痛みが走り、急性でね、運ばれて、まあ、その後も会社すごいひどかったんですけど、会社の対応もね、まあ、九死に一生を得たわけですよ。なんとか助かったんですけど、本当にそこまでの思いなんですね。休みも一日もないような感じで、そこまでになった時に、その、でも、その上司は、もう自分の家族に対してはすごく甘いんですね。自分の息子、娘とかね。で、その息子がこういうことやらかしまって、俺はその責任を取ってなんか金を出すとか、なんか変なことやってるわけですよ。うん。その時に、私は、でもその上司にすごい仕打ちを受けて、私の家族も犠牲になってたんですね。私が結局、休みを取れない状態でしたから。なのに自分は家族と一緒に遊び狂ってる、旅行に行ける。休み取って平気で旅行に行ったりするっていうものを見たときに、やっぱりその、上司だけを確かに憎んではいるんだけど、でもその上司の背景にあるその家族を消して、家族が何か不幸になったときに、心の底から、関係ないとは思えないんですよね。少し心の中で、自業自得だよ、こいつがこういうことやってるんだもんっていう気持ちがないわけではない。もちろん理性の自分としては関係ないからって気持ちもあるんですよ。でも、自分がそういう目にずっと会ってる時合わせてくる人がそういうふうにね、家族のことで何かその、何かに落ち込んだ時に、まあこれ人間の嫌な感覚だよね。っていう感じになるのは確かなんですよ。自分でも、いや、嫌だな、そんなに思いたくないな、とは思うんですけど、だからこそこの家系とか、その一族にまつわる話というのは、あり得るだろうな、と思うんですね。まあ、これは正直自分でも嫌な感覚だと思ってます。でも、それは私綺麗事は言えないんで、でもそれは事実だから、自分のその感情を止めることももちろんできないし、だからこそその人に対してね、やっぱり恨まれない、憎まれない生き方ってのは、100% は無理ですよね。どんだけそのいい人でいたとしても誰かからは絶対に嫌な思いを受けることもあるでしょうし、嫌な印象を与えてしまうこともあると思うんですけど、ただ、意識してるかしてないか、やっぱり人を傷つける言い方とかやめようって思うか、そんなことは関係ない、Going my way で行くぜって思うかで差は出てくると思うんですね。やっぱり自分中心で行って、ゴーイングマイウェイで行った人間と、配慮しよう。自分でやっぱり気をつけようと思った人間では、もう天地くらい差はあると思うんですよ。まあ、わざとやってる人間はね、もう地獄ですけどね。地じゃなくてね。そう思いながらいつもね、この家系系は呼ばせていただいております。皆さんは、どうお感じになられましたでしょうか?さあ、皆さん。チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知をぜひよろしくお願いいたします。また次の動画、ライブで
ぜひお会いいたしましょう。お待ちしております。それではまた、See you でございます。またね。Thank you.